サックビル死爵は、かつて存在した、イギリスの死爵区員。政治家、ジョージ・ジャーメインが1782年に著されたが、1843年に、ドーセット公爵くらいと共に廃絶した。初代死爵ジョージ・ジャーメイン初代ドーセット公爵、ライオネル・サックビルの三男ジョージ・ジャーメインはオーストリア、継承戦争にも参加した軍人で、政界に転じた後は、 アメリカ独立戦争時の植民地大臣を務めた。彼は、ノース内閣がゲイアした後の1782年に、グレートブリテン貴族として、ノーサンプトン州ドレートンのサックビル施釈に助された。この時に合わせて、サセックス州におけるボールブルック男釈も、授けられている。1785年に、彼が亡くなると、その息子チャールズが釈位を承継した。 二代子爵チャールズは1815年に本家筋であるサックビル家からドーセット公爵くらいとその従属爵位を継承した後、数密顧問官や首名頭を歴任した。しかし彼には男子がなかったためドーセット公爵やサックビル爵を含むすべての爵位は廃絶した。以前の歴史はドーセット公爵を参照。ありがとうございます。